船 P、 スーパーのセルフチェックアウトで75円忘れたっていうしょぼーい夢を見た船 P です。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？船 P も元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日も船 P。島パトに行ってまいりました。今回は太陽さんのコラボ、ブランドはプティールバイヘルムの高見え新商品購入してまいりました。はい、こちらですね、スイードフリンジベストでございます。商品情報はこちらでね、店舗オンラインともサイズ展開は M と L で、カラーバリエーションは中黒、中ハイ、そしてこちら中白、ホワイトにブラックとブラウンのチェック柄となっております。ブラウンが入っていることで落ち着いた印象に見えます。はい、ちなみに税込み1089円でございます。チェック柄のツイードにフリンジがポイントのベストでございます。いつものコーデに足すだけでワンランクアップした装いになること間違いなしでございます。1枚は持っていたいベストが1089円、これは本当にね、プチプラアイテムでございます。そして裏にはフリンジの糸が抜けにくいように黒のバイアスで処理されております。こういうね、細かいところ処理していただけると嬉しいですね。そして船 P はインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらスイードフリンジベストでコーディネートいってみたいと思います。トップスは太陽さんのフレア袖ニットプローバーに、ボトムスはライトオンのデニムと、履いてる靴はエナメルのローファーに、持ってるバッグはフラップショルダーバッグで、モノマネコーデをしてみました。カジュアルなね、デニムにも合いますわね。はい、そしてこちらのスイードフリンジベストでございますね。こちらのベストは低身長さん用のオリジナルサイズで、太陽さんは152センチ、そして船 P は162センチの身長で、12センチの身長の差がございます。あんまりね、こうトップスは短くなくて良かったと思います。素材はポリエステル 100% で、落ち感と張り感のある今季トレンドのツイードベストでございますね。このツイードベストとセットアップでできるスカートがございましたが、船 P はぽっこりお腹に幅広な腰で合うサイズがなく諦めました。正直欲しかったです。大きいサイズも要望したいです。そして1枚で着るとやっぱりね、ごわついてチクチク感は否めません。まあこれからの季節1枚で着るっていうことはございませんけどね。そして着た感じはぴったりからゆとりあるサイズ感で、ぽっこりお腹がね、ちょうど隠れるぐらいの丈となっております。この中の空気がようございますね。はい、ぽっこりお腹がね、目立たないようになっております。これピチッとしちゃうとね、こんな感じでポンっていった感じになっちゃいますけどね。このスト
ポンと落ちた感じがよろしゅうございましょう。ただね、下っ腹は隠せません。そういうところで、ね、気をつけてちょっとコーデしてみたいと思います。そしてストレッチ性はございませんので、ちょっと肩周りがねぴったりしているので、脱ぐ時がねちょっと、厳しかったですね。そしてツイードで綺麗めに見えて、ネックラインアームホール、そしてヘムラインのフリンジでカジュアルにも着こなせる万能ベストでございます。はい、ベストでございます。何回も言いますが、このトレンドのツイードベストが1089円は本当に嬉しい価格でございます。いかがでしょう。そしてフナピー、嬉しかったので謎かけを一つやっちゃいます。ツイードとかけて高い棚にある荷物と解きます。その心はどちらもトレンド、トレンド、トレンド、トレンドでございます。これはもしかしてカットでございますかね。カット。はい、次行ってみましょう。ベストは少し襟抜きしてあげて、インナーは HK ワックスロンドンのバイカラーメローインナーに、ツイードベストが目に行くので目線は上の方に行きます。そして引き締めブラックのこちら、ボリュームのあるムムさんのサテンプリーツスカートでと思ったら、あらら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 、ポッコリお腹がちょっと膨らんで見えてしまって、全体的に長方形に見えてしまいました。これはすいません、ダメダメダメコーデでございます。じゃあどうしたらいいの。あ、向こうからいらっしゃいましたわね、やっぱり。はいはい、ボトムスはボリュームのないストンと落ち感のあるシルエットの GU のロングナロースカートがおすすめよ。これならポッコリお腹も目立たないでしょ。同じポッコリお腹なのにね。では次行ってみましょう。ムムさんのパール付きワンピースに履いてる靴はムムさんの編み上げブーツと黒いバッグでコーデしてみました。ワンピースのこのブラウンの色とチェック柄の中にあるブラウンの色をリンクさせて着用してみました。シンプルなワンピースもツイードのベストをプラスすればワンランクアップしたコーデになります。はい、これでフナピーのシマパソ&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てね。シンプルなワンピースも、ん？おかしいね。リンクさせ、そのリンクさせて合わせてしまいました。最初にキラキラになったんだよね。
ももさんのパール付きワンピースからいいな。最初からやった方がいい。